東京オリンピック一生開催されない龍です。さあ本日なんですが、新パックで一番強いモンスターご紹介していきたいと思います。ぶっ壊れモンスターがね、実装になってましてね、それがこのフォーミュラーアスリートハングオンマッハというモンスター。バッチクソ強い、びっくりするぐらい強い。これやばいですね、このモンスター。どういうね、効果してるかっていうと、これ結構面白い効果で、このカードの攻撃力がレベルかける300アップすると。まあ、もともと0なんですけども、レベルを上げていけば上げていくほど、打点がアップしていくと。まあ、フォーチュンレディみたいな感じですね。で、このね、このカードのレベルよりも、もともとのレベルまたはランクが低い相手モンスターが発動した効果を受けない。効果を受けない。出ました、最強テキスト。遊戯王界最強テキストです、これ。これ、何が言いたいかっていうと、この、デュエルリンクスに存在する、このギミック、レベル上昇というね、手札のモンスターのレベル分、フィールドのモンスターのレベルを上げるっていう、これ永続的に上がることができるんですけども、これを使うと、ハングオンマッハが急にレベル13とか、14とか、そのぐらいになれるんですよ。例えば、ハングオンマッハさん、レベルが4。で、手札に今デスプラードがありました、と。そしたら、レベルが12になりますんで、3600という攻撃力になりながら、レベルが12より低い、つまり11以下のモンスターの効果を1ミリも受けません。つまりですね、環境に存在するすべての、ほぼすべてのモンスターの効果を受けないんですよ。例えば、まあ流行ってる聖眼でいうところのオルタナティブとか、ドラッグオンバーミリオン、それからなんかシンクロ召喚のデッキから出てくるなんかブリューナとか、なんかそういういろんなモンスターの効果ほぼ受けませんもん。すべて強すぎます。で、丸三番の効果、これもね、おまけ程度についているにしては強すぎるんですよね。このカードのレベルが7以上の場合、相手の墓地へ送られるカードは墓地へは行かず除外される。つまりですね、相手の、手札から墓地に送るって発動するカードとかは使えなくなるんですよ。例えばですね、光の援軍とか。援軍ってちょっと調べとくとね、墓地にカードを送って発動するんですよ。これ例えば、自分の敵の上からカードを3枚墓地に送って発動できる。これね、こいつがいると墓地にカード送れないんで援軍発動できません。で、例えばクリボールね、あと、クリボール、クリボールもこれ、このカードを手札から墓地に送って発動できる。これもね、使えません。で、サンダーブレイク、これは手札を1枚捨てるっていうね、効果なんで、一応ね、これはね、使えます。こういうね、ちょっとまあ使えるカードと使えないカードが あるんですけども、これがね、丸サーバーの方がおまけ程度にしてはめっちゃ強くて、この効果で相手の墓地を壊させない、アドバンテージを稼がせないということができるんですよ。まあ、いわゆるダークロー、マスクのヒーローダークローとか、マクロコスモスみたいな感じだと思っていただければいいです。まあ、マクロコスモス、相手だけマクロコスモス内蔵モンスターということですね。マジで強いです。で、このカード、サーチ方法がね、結構難しいんですよ。なんで、まあ、本当だったら魔法トラップカードに弱いんですよね、このモンスターって。モンスター効果にはめっちゃ強いけど、例えば月の書とか、ライトニングボルテックスとか、ああいう効果にはちょっと弱いんで、まあ、清掃とかね、禁じられて清掃とか、まあ、サイクロン、コズミックサイクロンみたいなカードを積みたいんだけども、まあ、そればっかりにするのもちょっと違うんですよね。ハングオンマッハめちゃくちゃ初手に来るわけじゃないんで、このデッキ。なんで、ハングオンマッハが来なくても、ある程度戦えるようにするために、デスペラードギミックですね、デスペラードとかフォートレスとかのギミックを積ん で、ある程度ここのギミックで戦えるようにしたので、サンダーブレイクとか、一族の結集が入ってると。で、モンスターは別にハングオンマッハで処せるんで、バックの方が辛いから、まあ、バックを割れるようにサンダーブレイクにしてるっていう、まあ、そんな感じの構築となっております。早速ハングオンマッハのぶっ壊れ性能を皆さんにご覧いただきましょう。デュエルスタンバイ。さあ、お相手の方、あ、これサンダードラゴンであってほしいな。サンダードラゴンであってほしい。フォーミュラーアスリート、ハングオンマッハを召喚、そしてスキル発動、レベル上昇。いや、これ強えな。これめっちゃ強いんだよね。で、急にいきなり3600になって、で、セット。で、カード1枚セット。俺でターンを終了するぜ。ハングオンマッハさんなんですけども、来た、サンダードラゴンだ。いや、これサンドラ完封できると思うんですよ、多分俺。これハングオンマッハの効果なんですけど、これは多分ライデンリーのあれかな、スナウケーかな。
このハンゴンマッハさんの効果なんですけど、丸3番めっちゃ強くて、このカードのレベルが7以上の場合、相手の墓地のカード除外されるって、墓地、送られるカードを除外されるっていうね効果なんで、めちゃくちゃ強いんですよね。でさらに、相手が発動した効果レベル12以下、もしくはレベル12より低いか、レベル12より低い、もしくは、ランク12より低いモンスターの効果は一切受けませんので、サンダードラゴンはシンプルに攻撃力で3600を超えない限りは、おそらくこのモンスターを突破することはできません。強すぎますこれ強すぎます、あまりにも強すぎる。あのデストロイサムライとかそっち系のねモンスターが入ってるのはまた別なんですけども、そんなモンスター多分今入ってないんで。さあ、雷鳥竜サンダードラゴンが特殊化されました。さあ気づいてないんでしょうか、サンダードラゴン側。さあサンダードラゴン側気づいていない模様です。ハングオンマッハをレベル10にされたら、もうあのデッキ何もできません。あ、月の書とかね、あの魔法トラップが入ってるデッキだったら対処できます。一応月の書打って裏側にするとか、あとライトニングボルテックスとかね、そういうので処理するっていう、まあ、要は魔法トラップカードでハングオンマッハを処理するっていうことができれば相手なんとかできるんですけども、ハングオンマッハさんね、このモンスター効果1ミリも受けないんで今。さあサンダードラゴン666になった。666も別にいいよ、イングナルでも別に何も効かないから、今何の効果も効かない。はい、エクシー召喚どうぞ。あ、もうご自由にどうぞ、そのもういくら動いてもいいよ。はいはい、どうぞ。はい、セイクレットレミスの効果発動。さあオーマレユイトを一つ使って、テキスト読もう、テキスト読もう、効かないから、それ効かないんだよ、その効果で効かないの、このモンスターパンシュロ弱すぎる。サンダーブレイクぶち込んでやっていいか、サンダーブレイク効果発動。さあデスペラードリボルバードラゴンを持って、お前の雷獣竜サンダードラゴンを破壊するぜ。さあこのターン効果を発動したため、お前は効果を発動できないで、次デッキトップ何でもとりあえず捨ててぶん殴ればいいわ。これちなみにこれやばいのは、フォートレス来た、どうしようかな、フォートレス出しと勝てないんで、サンブレで捨てちゃっていいか。サンブレで、フォートレス捨てて相手破壊して殴ればいいか。クリボールとか、あと光の援軍とかじゃないですか、あれってカードを墓地に送って発動するカードなんですよ。なんとね、ハンゴンマッハさんね、カード墓地に送れないんですよ今。なんでクリボールとか光の援軍使えません。言ってる意味わかります？デッキから墓地へカードを送る効果は使えないんですよ、除外されるんで。クソ強い、やっばやっば、このデッキ見た、サンダードラゴンマジ手も足も出ないんだぜ。このモンスターぶっ壊れすぎだろ、こんだけ強い。さあお相手の方、会話、いや会話はね、トラップ魔法トラップカード強いんでね、ちょっと若干不安要素高め。あー強そう。いやこれ魔法トラップが何枚捨てられるかによるんだよな。結構インガ切断とかサンダーブレイクはめっちゃ辛いんですよ。なんでまあ本当だったら清掃とか入れたいんですけど、ただそっち系のカードに枠割いちゃうとちょっとね、あの相手の動き方を抑制できないので、まあ一応今のところはサンダーブレイクとあの一族の結集を入れてるんですけども、細ブレインか、インガ切断とかサンダーブレイクとか一族の結集とかを抜いて清掃とかにするともうちょっと魔法トラップに強くなりますね。まあハンゴンマッハ引けないってこともあるんで、ハンゴンマッハあのサーチするにはね、結構ねあのフェード魔法を破壊するって意味わかんないことしないといけないんで、そんなギミック入れてるデッキは弱いんでね。なんでね、まあこれが一番いいと思う、ハンゴンマッハ使うんだったら。あのハンゴーマッハでレベル上昇できなくても戦えるように組んどくのが一番なんか丸いような気がするね、個人的には。さあ圧倒的青眼と精霊竜エンドフェーズ、もう魔法トラップないのマジありがてえわ。バックなしはガチで甘え、サンブレ最強、バックなしはガチで甘え。これなんでサンダーブレイクいっぱい入れてるかっていうと、あのインガ切断別にあのインガ切断じゃねえや、モンスターは別にいいんですよ、相手のモンスターはこいつで殴れるんで、両方とも処理した方がいいかな、これ両方とも処理した方がいいかな、両方とも処理しちゃおう。あのね、要はインガ切断で前を処理する必要はないんですよ、ハングオンマッハでぶん殴ればいいんで。だからまあバックの方が辛いんでサンダーブレイクにしてるって感じですね。さあハングオンマッハで3000とかいうクソ雑魚守備力はぶん殴ってく。
でフォートレスで自爆特化もしてくで除外される、お前のブルーアイズは除外される強っ。あでも回収されるか、うざいな。でも言うてこれでも3体で融合はなかなかできないと思う。多分3体融合は結構やばいんですよ、打点で抜かれるんで。あれですね、ネオブルーアイズの方あれやばいんですですけど、ネオブルーアイズはサンダーブレイクで割るって感じです。はい、で、ブルーアイズは回収するの別にいいです。いくらでもいいよ、動いて。進化した最強ドラゴンとか、青眼青眼っていうハンドなのな、今な。はい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 。ちなみに、ツインバーストドラゴンの効果も効きません。あいつ、レベル10なんで、9だっけ、レベル、あ、10だった気がするな。レベル10なんで、今、レベル13なんですよ、ハンゴンマッハ。つまり、レベル12以下のモンスターじゃないと、レベル12以下のモンスターは、一切、私のこのハンゴンマッハさんに、手も足も出ないと。いうことなわけですよ。バックダッシュは甘いじゃない、それは弱すぎる、1ミリも効かんからな。はい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 、はい、受けません。はい、そんな効果受けません。効果よ、もう青眼さん一回効果よ、もう脳死で青眼回すのやめよう。効果効かないって言ってんだろ、何だこいつ。ハンティングの始まりだ、最強カード来たわ。別にサンダーブレイクでいいか、サンダーブレイクで割ればいいや。サンダーブレイク発動、はい、こっちでいいかな。でこれでこうしてバーン、はい、バトルフェージいきまーすクリボールも投げれませんやばいこと やってるよな、これやばい、このギミックほんとぶっ壊れとるわ。さあお相手の方、おっととんがりコーンじゃないか、こんがりコン珍しいな。戦車の草原なんだ、聖騎士か。俺とギャラクシーアイスの力をデュエル、ハンゴンマッハを召喚、そしてスキル発動、レベル上昇、ちょっと魔法トラップカードが何枚あるかみたいなとこあるね。フォーミュラアスリートハンゴンマッハのレベルを13にするぜ、最強だぜ、最強だ。これでもう相手のレベル12以下のモンスターの効果は全く受けないし、相手のギルドから墓地に、何はやぶさの騎士、なんだそのデッキは。あ、やばいやばい、危ない、越される、やばい、やーやーやめてー、やーには上がいたー。